はい、どうもゆうたです。今回は全国オフですねの、VAVM の長野県 あのチロルの森で行われるやつですにちょっと行くので、今どこだろう、圏央道の厚木パーキングに来てます。今ね6時半です、朝の。こんな感じ、こんな感じ。今実はちょっとクラッチがおかしくて、ちょっと無事に、まあ全然大丈夫だと思うんですけど、無事につければいいなと思ってます。はい、今チロルの森に向かってます。一応ねもうね中央道とかで結構 VAB 走ってる時に結構いました。はい、お、前から黒いの来たね。わあ来た、青いのも来た。子供が楽しそう。助手席ね、パパと来たのかな多分。パパになって前乗りたいのかな。パパになっても乗りたいね。パパになったらいいな。RS シグサーバント、 RS シグサーバントいいな。ワゴンがいいな。ついてる、ね、ガチだな。27、おお、一般ピーポー、いやあれもスーパーターボじゃない。あ、そうか、そうだな。チタンっぽかったね。チタン、チタンだよね。チタンの、ハルミさん、あれユタさんです。名前じゃない。13番。お願いします。13、追跡されなかった。13、13。まだ受付の時出してください。はい、まだ誘導したらってことですね。はい、俺アルトマークスの集まり気になるな。200台ぐらい。
ください。この後こちらのラリーカートに皆様集合写真を撮りたいと思いますのでご参加ください。前方検査インタクラー前なんですけど、一応こいつは残しといてプロモーションでで、ご夫妻で GRB のダブルあるかは全く上がんねえ。このまま S にポン付けできそうなの。一応フォロワーさんの車を撮らせてもらってます。ダクトが変わってますね。ペリンのやつでナンバーの位置も変わってる。タイヤのホワイトレターもやってますね。ガーニッシュマーカーに変わってます。シフトブーツとかが赤でマットも赤ですごいかっこいいですね。テールも変わってて、リアのトランクマットもすごい赤い。カーボンパーツが結構使われてる。マフラーも4本でかっこいいっすね。ノブもカーボン。こちらの赤い VAB も一応ツイッターの知り合いの方です。撮っていいっていうことなんで撮らさせてもらってます。ボンネットがカーボン、多分チャースピンのだと思います。ボンピンもついてますね。でリップが確か S207 のやつです。ホイールも RIA かな。これはなんか黒に塗装したって言ってましたね。フェンダーもダムドのやつだったかなになってます。シートも変わってますね。サイドのやつも S207 で、ここもカーボンで、ウイングがバリスの最近の多分新しいマイナーチェンジ、モデルチェンジした新しい方のやつで、ローマウントで、スペック L とリアディフューザーがバリスっていう感じです。いや、かっこいいですね、赤も。今じゃあちょっとツイッターとかでのお知り合いの方ちょっと撮っていいってことなんで撮らさせてもらいます。ナンバーの位置も変わってますね。エンブレムとかも、あとまあケインフックとかついてて、ここもカーボンのシートかな。で同じベルスのなんだっけ、カナドと、あとホイールタイヤは僕と全く一緒ですね。 RZF2 とハンコック
ハブリングも一緒です。でカーボンのミラーで、フルバケも入ってて、奥のシートはカバーみたいです。でカーボンの給油口で、バリスの GT ウィングで、透明の1本フルチタンが入ってます。でケインフックもついてます。リアもエンブレム変わってますね。はい、こちらも撮影の許可いただいたんで撮らせてもらいます。ステッカーがすごいっすね。すごいな。カナードも2つついてる。でホイールもレイズ、ローターも変わってますね。で横もステッカーが結構貼ってありますね。シートもレカロのセミバケかな。すごいっすね。すごいカラフルな感じです。給油口やっぱみんなカーボンにしますね。この GT ウィングはバリスのなのかな。僕のとはちょっと違うんですけど形がついてますね。でテールもスモーク でカーボンが結構使われてますね。マフラーもチタンのやつに変わってます。はい、こんな感じです。カスタムパーツのアイテムが一覧で書いてあります。で馬力が350馬力も出てます。すごいっすね。エンジンルームも撮らさせてもらいます。結構いじってますね。ピックアップして1番で村も、はい、でも何倍わかんないですはい、フルバリスのちょっとすごい VAB がいたんでちょっと撮らせてもらいます。ちょっと撮影許可もらったんで。いやすごいっすね。 T さんのこれタイムアタックエディションですね多分。すげえな。265ですね。フェンダーがすごいワイドで、おい助けろーって。いやすごい。カナードも2段ついて。めちゃくちゃすごいなこれは。シフトノブが変わってます。リアもフェンダーがめちゃくちゃ出てる。すごいなこれは。マフラーもチタン4本だし、ディフューザーもバンパーも全部フルバリスですね。わからないですか。フェンダーがあるかけて、あれあれですね。めちゃくちゃすごい。でもベースがこれじゃない。はい、てな感じで全国オフが今終わりました。いや結構皆さん声かけていただいてすごい嬉しかったですね。皆さん結構 YouTube 見ていただいてるみたいでありがとうございます。でこれからちょっとね横浜に帰るんですけど、渋滞がね心配です。ちょナビだと19時21分202キロ今4時47分って感じですね。はい、じゃあこんな感じで全国オフの動画は以上になります。はい。